来たー。はい、サプラスパイになります。来ましたよ。拭いてるよ、これ。むっちゃいい匂いしてる。うわー。うん、まー。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。京都へおいでやす。どうもミスター京都秋です。はい、今日はむちゃくちゃ美味しいカレーのつけ麺のお店を紹介させていただきます。いや、ほんまに美味しいお店です。そちらはね、京都の四条河原町近辺の海遊工事商店街の中にあるんやけど、東京の西麻布の周一さんというカレーつけ麺専門店のお店で修行されて地元京都で開業されたというお店で、もう結構オープンされてから6、7年言うてはったかな、はい、経つみたいなんやけど、ほんまに美味しいお店です。ほんでつけ麺以外にも、ラーメンとか他のもんもあるんやけど、とりあえず今日は初なんで、カレーつけ麺の肉増しで、注文していきたいと思います。いや、楽しみですね。ということで今から早速向かっていきたいと思います。お店の前でオープニングを撮ったんですけども、スイッチを押し忘れて撮れてなかったんで自宅から失礼させていただきます。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴー、レッツゴー、行ってきます。はい、ということで四条河原町やってきました。あちらがね、エディオンです。はい、エディオンから西に入ってきてぐるっと来たらこちらですね、海遊工事っていう商店があって、ここ入っていきます。ここ入っていったらありまんねん。よし、こちら左、はい、そしたらあります。こちらです。見えてきました、西麻布カレーつけ麺なんだってさんです。はい、本日はこちら初潜入していきたいと思います。いいね、おラーメンもあるんですね。いいね。でもね、今日はつけ麺だね、やっぱりね。お、雑誌にも掲載されてもあんな。行きます。よし、こんな感じのね、いい香りしてるわ。お店むっちゃいい香りしてる。はい、こういうことですね。西麻布で修行を積まれて京都でやられたっていうことですね。ということで現れました、なんだってさん。めちゃくちゃ美味しそうですね。カレーつけ麺のお店です。ほんでね、ラーメンもあるんですけど、混ぜそばもあるみたい。はい、でも今日は初なんでね、カレーつけ麺注文しました。もちろんチャーシュー麺で注文しましたので、よろしくお願いいたします。来たー。はい、サプラスパイになります。来ましたよ。拭いてるよ、これ。むっちゃいい匂いしてる。ほんでもちろんね、カレーつけ麺のチャーシュー入りですよ。うまそうなね、炙りチャーシューがついてきてます。でこちらが麺ですね。麺もツルツルもちもちの平打ち麺、うまそうじゃないですか。ということでいただいていきます。久しぶりのつけ麺やな。麺もね、結構ボリュームあるわ。でもまずね、こちらのスープからいただきましょう。うわ、うまそう。むっちゃね、もうほんまにもういいカレーの匂いがします。スパイシーな。はじめ。うわ、うま、これ半端ないうまさやわ。うわ、すごい濃厚でね、味がしっかりしてる。うん、もう速攻ご飯をぶち込みたいぐらいに本格的なカレーの味がします。うん、スパイシーカレー系の味ですけどね、めっちゃうまい。
香りがします。まずはね、何もつけずに麺をいただきます。なんだこの感じ、平打ちツルツル、小麦の香りもええわ、最高にうまい。よし、そしたら麺いきましょう。麺も結構ね、重量ありますよこれ。結構重量がある。よし、ガバッと入れるぞ。よし、チャーシューも1枚入れよう。よし、デリシャス、デリシャス、うまい、デリシャス、これ。麺のね、喉越しもいいんですよ、ほんまに。つるっとね、喉に入っていく感じ。いやー、びっくりしたね。麺うまかったね。されたトロトロチャーシューを炙ってありますね。うわ、うまいわ。まずこれ何になるんですか。はい、それは食べるラー油なんですよ。ご飯にのせて食べられるか、まあ、麺の上にちょんとのせて、 あんまりスープの中に入れられると味が全部変わってしまうので。わかりました。ちょっとこう麺にのせて、はい、あのスープちょっとつけて食べられる。はい、うん、おいしいおいしい。ラー油も香ばしいわ。うん、おっつぉ、これはみんな一回食べに来なあかんで、ほんまそれぐらいのレベルでおいしい。あのね、カレーはどちらかといったらね、あの作り方とかカレー自体は全然違うんですけども、あのグリーンカレーっぽい味がしてるんですけども、これがまたスパイシーでね、嫌味のない味でめっちゃ美味しい。うん、ほうれん草もちょこっと添えられていいじゃないですか。このチャーシューは絶対言うべき。うん、チャーシューね、むちゃくちゃうまい。もうむちゃくちゃレベル。このね、カレーのスープのね、うまさにね、驚きました。ほんまに、なんていうかね、もうしっかりね、もういろんなスパイスが混じり込んで、もう本格的な
今まで食べたことのないようなスープに仕上がってます。皆さん一度ねこのつけ麺非常に美味しいんで食べに来てみてはいかがでしょうかということで美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ということでごちそうさまでした。本日は、新京湖からちょっと入ったところの、海遊工事商店街、そちらですね、西麻布カレーつけ麺のなんだってさん発生にしてきましたけど、いや正直言います、びっくりするぐらい美味しかった。はい、ほんまにむちゃくちゃ誰もが美味しいと感じるカレーのスープだと思います。今日はつけ麺いただきましたけど、まだラーメンとか混ぜそばもあるんで、なんか混ぜそばがね一番人気ということなんで、また取りに行きたいね。はい、いや最高に美味しいカレーつけ麺がこちらにありました。皆さんぜひお越しいただきたいと思います。ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様お会いしまーす。よろしくお願いします。よかった、帰ります。よろしくお願いします。